はじめに、これをご覧の皆様、はじめまして。突然ですが皆様は異世界の存在をご存知でしょうか？開幕早々こんな疑問を投げかけられ、あなたはさぞ困惑していることでしょう。地球に住まうほとんどの人々にとって、異世界とはフィクションやオカルト、SF の中だけのものでしょう。ですが実際は異世界というのは現実に存在しています。異世界にはいつも、我々の固定観念を根本から破壊するような驚くべき光景が広がっています。本書では異世界に精通する我々イルマが激戦した10の異世界をお見せします。美しくも危険で、歪ながらも緻密な異世界の姿に、きっとあなたも惚れ込むでしょう。本書は、異世界の美しさを知らない地球のあなたへと向けた写真集です。異世界跳躍のすすめ。エルマ信者の選ぶ神秘の異世界10選。ナンバーワン、タイトル、巨人の海岸。ユニバース692、地球。現地歴2374。西暦2005、ヌエンディク氏同士撮影。海岸に立つ巨大な人影。彼はまだ生きており、まるで何かを待つように立ち尽くしている。彼は遥か昔から存在しており、陸上で発展を遂げる微細な生き物を凝視したまま砂浜から動かない。ナンバー2、タイトル、主要。ユニバース1446、未定義文明、現地歴なし、西暦2014。ラッピア、ベルルリップオラ同士撮影。水面から顔を出す肉の塊。このような奇怪な腫瘍はこの惑星の至るところに存在する。我々イルマが到達した時、すでにこの惑星の文明は滅び去っていた。今この星にあるのは無残な残骸と化した文明の痕跡と巨大で不気味な腫瘍だけである。ナンバー3。タイトル、超高高度発光生物群の求愛。ユニバース1171。ザウメイロ森林地帯、現地歴、144。西暦2002。広谷幹夫同士撮影。金属をねじ切るような高温とともに地上に降り注ぐ青い光。激しく発光するこのオーロラのようなものは、超高高度発光生物群のオスたちが求愛のためにするアピールだ。体長1センチメートルにも満たない彼らは超高高度で群れ、こうした巨大な渦を作るのだ。ナンバー4、タイトル、世界の果てと世界中、ユニバース339、第94番都市。現地歴1773、和製令和旧大学園陸世界が中継とは限らない。これはちょうどそれを体現している写真と言える。奥に見える都市と手前の木。この二つは確実に地続きで繋がっている。だが、この二つはそれぞれ別の世界だ。たまたま繋がった三つの世界を捉えたこの写真は、我々の知覚している世界の不確かさを象徴している。ナンバー5、タイトル。溢れ出す黒。ユニバース660、文明名なし。現地歴0、西暦2002。知ったら他同士撮影。未開の地では理解の及ばぬものがしばしば見つかる。この流れ出る暗黒の何かは、液体でもなければ気体でもない。調査をしようにも、触れることすらままならない。完全に黒い存在。こうした存在は極めて不気味だが、それと同時に美しさを備えている。歪な美的観念、フェチズム。そういったものに似ているのかもしれない。ナンバー6、タイトル。死骸。ユニバース9224ムベベ星現地暦6122西暦2016イタム同士撮影。赤く染まった都市に立つ2体の機動兵器の死骸。ムベベ星のかつての支配種が繰り広げた戦闘は、惑星のありとあらゆるものを汚染し尽くした。赤い都市は、化学兵器の汚染によって染まったものである。ナンバー7、タイトル溢れ出す黒、パート2。ユニバース3941、ベールヘイルラ。現地歴922、西暦2006。知ったら他同士撮影。黒いインクを垂らしているような見た目の暗黒球。この玉は何なのか、それは未だに分かっていない。おそらく、今後も分かることはないだろう。ナンバー8、タイトル。異星よりの針。ユニバース131マランタヤール山現地暦1205西暦2008ラッピアレルルリップオラ同士撮影。山から空へと伸びる赤い一筋の線。なんと、この線はこの惑星を文字通り串刺しにしており、全長は9万ケム推定もある。なぜ折れないのか、そもそも何でできているのか、疑問は尽きない。この赤い構造物について、この地域に住む民族の間で語り継がれている奇妙な伝説がある。赤き針、大いなる異星の民が突き通したる物。ナンバー9、タイトル。英知の都市、エルメス。ユニバース1アトラル現地小読みバツバツバツ西暦2007頃、撮影者不明。黒い外壁に暖色の火が特徴的な先進都市。それがエルメスである。治安も良く、人気もある。観光、居住、研究。ここでは全ての理想が実現可能である。エルマ信者の理想郷とはここである。美しく、高潔で、映画を極める。それがエルメスである。ナンバー10、タイトル。尋常ならざるお尻、バルザスクの奇跡。所属ユニバース、不明、不明、撮影時期、不明。撮影者、不明。言うに及ばず、聖なる血である。赤
後書き。さて、異世界を楽しんでいただけたでしょうか？おそらく、多くの皆さんは、なんだこれ？と思っているでしょう。わけのわからない画像に、わけのわからないキャプション。そうなって当然だと思います。ですが、おそらく何人か変わり者な何人かはこれを見て異世界の色彩と光景に圧巻されたはずです。そしてその中でも特に変わり者な数人は、異世界への憧憬を抱いているのかもしれません。そんなあなたを、我々は待っています。我々イルマは異世界に跳躍し女神イルマを崇拝する者。志を同じくする友人たちを喜んで迎え入れます。もちろん、我々はカルトではありません。だからこれを読むあなたに入信を迫るような真似はしません。入信したからといって怪しい儀式に参加させたりもしませんし、財産を捨てさせたり多額の献金を強制したりもしません。あなたが我々の活動を一生にして本性を投げ捨てたとしても仕方はないでしょう。ただこれだけは、どうか、心の片隅にでも置いてください。異世界は、あなたのすぐ近くで口を開けているのです。もし何かの事件、事故、災害等に巻き込まれてあなたが異世界へとやってきたのならば、我々は両手を広げてあなたを歓迎します。あなたに安寧と女神エルマの祝福があらんことを。同胞、痛む。制作ユニバース58地球エルマ広報部。